ははい皆さんこんこにちは尺八ワンンポイント講座の時間がやっえー、まあそうですねじゃあ声と尺八の動きをリンクさせるというお話をねまあ何回かしてますけれども、えー、そうですね、えー、本当にそんなことできねえよなんてねやっぱり拭くのは吹くもんだからなんていう風にあのやっぱり思われてる方いると思うんですけれどやっぱそれをね柔軟に受け取っていただけると一番いいんですけど、えー、さあえー、声をあっと っていう,ふうに張りのある声で出しましょうって言った時にねああ自然とこうそういうモードになりますよね。で張りのある声を出そうと思ってるのに「はー」はーってやってたらいやそうじゃなくてっていう話になりますよね。は「はー」「はー」じゃなくて「はー」「はー」はいこれ何が違うかっていうと例えば一つは「 えー、その声を張りのある声を出そうとする息の量とかそこまで息の流れに達してないから「はあはあ」ってなるわけですよね。今後半息を足したんですけどそうすると自然と体が補うようにして、えー、流れに、えー、寄り添うようにしてかな流れに寄り添うようにして声がはっきりする、ねえー。でも息が足りてない息の流れが達してないから「はあ」 はあはあっていう風に何とか声にしようとして、えー、まあ張りのある声してるんですけど張じゃあこれを会八吹く時のことに考えてみたらどういうことかっていうとまずここからパーンと流れる息の量が、えー、ある程度その必要な量に達していなかったら唇を強く閉じたり唇を横に引いたりとかっていうことでやっぱり補おうとしちゃうんですね。 っっっててて言ってる時と全然違う空気の流れなんですよで、えー、理想的なことで言うとやっぱり声で「あー」って言ってる大きな声で言ってる時の状態「あー」口は縦に開いてます大きな口になっています「あー」うん、<laughs> ですね「あー」 こういう風なやり方、あーって言ってるとこが、あー、口が縦に開いてる状態、あー、唇だけを閉じます、あー、ー声を止めて息の流れに変えてしまう。でそこにパッと息を当ててみる。あー、 はい、えー、僕はね唇で強くと強く閉じて、えー、まあ、息を受け止めようっていうふうにあんまり思ってないです。えー、息があー必要な量,量まで達して、必要な速さまで達してあって供給されているので、えー、唇は自然とそれに寄り添って作られるということになります。 えー、唇息が足りてないのに口えー、唇で無理やりその速さを作ろうとしたりとかするのはやっぱりあまり良くない、えー、ことになると思います。えー、じゃあまあね今日はここぐらいまでしときたいと思います。えーえー、実際に声を出している時自然と行われている。 行,為行動ね、えー、意識しないように行われている行動というのは尺八を吹いてる時とも同じようにして、えー、できるようになると思います、えー、よーくねあの試してみてください、えー、こうかなこういうのかなっていうふうに試してみて、えー、柔軟に、えー、体を動かしてみて意識を意識を探って、えー、体の動作み見つけてみると一番いいと思います頑張ってください。えー、尺八ワンンポイント講座でででしししたたた、えー、今日はここままお疲れ様でしたありがとうございました